今日の審判は太田さん、牧野さん、中原さん、野田さんです。さあ始まりました、上位の直接対決。距離がありますが中村と奥、中央にはビルと中澤が遠いところに待っています。松田も上がっています。中村がビルを狙った、落とした、チャンスだ、ビル、シュート、先制ゴールは横浜 F マリノス。フリーキックから最後決めたのはウィル。中村のふわっと浮かしたボールからウィルが見事に決めました。そうですね、相手に体を預けながらうまくコントロールして、最後はやはりね、落ち着いてますね、シュートは。前半わずかに3分でしたが、このボールですね。そうですね、うまくブロックしながら、ここは鈴木がついてましたけども、はい、ブロックしてかわして、シュートがうまいですよね。中山です。ボールはなかなか前に出ていきません。服部から今度は逆サイド、ここは大岩が上がっていった。奥がディフェンスに入る、細かくつないでいきます。並びからチャンスが生まれた。やはり七海からチャンスが生まれてきました。また七海のキープ、左サイドに服部が入っていきます。クロス、低いボール、藤田のシュート。ですからですね、まあ、七海がやっぱトップ下でずっと張ってるとなかなか、ね、マークが厳しいと思うんですよね、はい、ですから藤田とかですねが非常にこうまい具合にローテーションに入ってくると、そうすると七海の、ね、マークというのも非常にずれてきますよね。ナザがインターセプトからつなぎました。西に2人で囲む、中村もディフェンス、西が突破する、中央に中山が入ってきた、中山行った、中澤こぼれた、チャンスは、いや日本代表のあの中盤の位置でいうと非常にこう重要な期待されてる役割ってあると思うんですよね。もちろんそうですよね、まあ、あとは怪我の吹き具合、グラウンド狙っていった後ろに、と榎本がなんとか反応しました。いやー、こういうプレーも持ってるんですね。右サイドでも左サイドでもボールの近いところに顔を出してくる奥です。まあ、ジュビロのことはもう何てもね、はい、僕分かってますからね。まあ、本人は何しろ昨シーズンまでいて紅白戦みたいな感じだと思いますけどその気持ちじゃやられちゃうんで勝負に徹しますっていう話を ね、 そうでしょうね、昨日してました。いい形で大きな左サイド、デトラがクロス入ってくる、こぼれた、中村は右のキックだ、こぼれた。松田奥です。中村は今遠い右側の逆のサイドに入っています。ウィル、やはりね、あのマリノスもしっかりボールをキープできますから、なかなかあのジビロのレベルの高いプレスがかかっていかないですよね。清水奥、よく見てますね、サイドドツラを使っている、いいパスです。ここは西との1対1、ここまでは終わらないっていう感じだと思うんですけどね。そうですね、後半ジュビロのやっぱり攻撃というのを期待したいですね。まあ両チームともね、あのシュートまでは行く回数が少なかったですからね。中山に出る、中山と松田、中山キープして、いいでしょ、かわしてクロスを入れる、そういいボールですね、中にグラブこぼれた、藤田が形としてはいい形でしたが、そうですね、奪った、服部はシュート狙った、入った、同点ゴール。後半開始わずかに1分、服部美桜虎同点ゴール。これ何気なくふっと何かこぼれたところで、はい、よく取って、そうですよ、奥のボールを奪ってそのままですからね。ほとんどこう回転がかかってない、ナザも入っています。真ん中狙って、ウィルだ、よく弾きました、ゴールキーパー。今バンズアムね、よく反応しましたよ。完全に1点というところ、はい、バンズアム見事な反応、ウィルのヘディング、強いですよね。高さはないですけど、こう他の選手を押しのける強さってですかね手前に見る、中
中村また真ん中にヘディング決まった。中澤勝ち越しのゴール、2点目も中村の左足から生まれました。セットプレー2つとも中村、2対1です。痛みがある中でいいボールを入れて決めたのも中澤、はい、2本とも同じコースでしたね、同じところ、うわーいいですね。中央松田ウィル、中澤、いや中村が蹴っていった、曲がっていった、大きく曲がってきました。かなり曲がりましたね。やはりね、いいキッカー、特に今 J リーグの中でも今中村、セッター松田と入った入った、今オフサイドフラッグ上がってますね。オフサイドです、オフサイドフラッグ上がりました。西、動きは激しくなってきた、西の突破、西入っていった、七海の並みのクロスが来た、いい、ね、中山飛び込んだ、クリアです。七海のいい仕事、そして中山の高さ、ジュビロの方は攻めの選手を入れてくるということになると思いますけども、鹿島が3対1で札幌を破りました。ガンバ大阪も3対0で市原を破っています。 J2 はセレッソ大阪は0対0、ね、チャンスになる、かわした、クロス入ってきた、やっとこれもオフサイドです。中山とグラウン、中山倒れた、出てきた、福西かわして松田が入った、福西シュートはできませんでしたか。点を取りに行くとすれば、福西も今までの位置よりも前に来てボールに絡んでいくというシーンがこれから増えていくと思います。清水、鳩、なかなかプレーが止まりませんので選手が入りません。ビルのポストから鳩が入ってきた、鈴木止める、中央突破なりません。さすがに激しく動いた両チーム、はい、かなりね、全体の動きも少し遅くなってきました。疲れ見えますね、各選手に疲れが見えます。なかなか足の痛みもあるんですけど、なかなか自分の利き足に持っていけないですよね。どうしても右になってしまいます。大岩、はい、上がっていた、あっと福西、奥がぐっとキープしていく、まあ、こういう風にキープしながらファール取ってくれれば味方に楽ですね。まあ昨年はね、奥がこういうことをジュビロでやってたんですよ。立ってると田口もちょっとね、動き出しが遅いという部分がありますからね。キープしていきます。奥が放り込んでみる、ウィルは決まった、3点目が入りました。試合を決める3点目、3対1、後半42分、首位ジュビロを打ち砕く3点目。今ちょっとした隙でしたよね、ちょっと一瞬ですけども、奥がもうポッと放り込んだボールでした。いや、このウィルはね、この離れ方もうまかったんですけどね、逃げながら大岩右に、今マリノスね、ほとんどの選手が帰ってディフェンスしてるんですよね、もう全員で守ってますが、なかなかスペースないですね、もう下がってますのでスペースもありません。ここで中村に出た、前を走っていく久永、いいところにボールが出ました。キープしていきます、久永下げてボールキープ、共に負けなしの今シーズンの両チーム、リードしているのは2位の横浜 F マリノス、鳩が入っていく入っていく、大岩前線に送る、前田と、ここも中澤、今日は最終ラインのところが非常に粘りがあります。ここで笛が鳴りました。6連勝ジュビロ磐田を止めました、横浜 F マリノス首位に出ました。